はい、えー、では始めます。皆さんこんにちは。えー、それではですね、宅ケ試験ガイダンス始めます。えー、担当レック専任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、えっ、ー、とお手元にレジュメがあるんかと思うんですけれども、えっ、ー、とこういったタイトルですね、えー。失敗を生かす自己分析で合格を勝ち取れというタイトルなんですけれども、早速ガイダンスは始めたいと思います。あのー。 まあ、再チャレンジの、ねえー、試験もう一回一、えーあのーまあ、回、ねあのー、2016年の卓球試験失敗しちゃいましてで、まあ、次回は必ず合格したいんだという方向けの話をさせていただきたいと思います、あのーまあね、2015年の本試験の問題をやったことがあるかどうかはちょっとわからないんですけれども、あのー、2015年なかなか、ね、難しい問題が出てきましてでその過去問 を一生懸命勉強するだけだけとなかなかこういった本試験の問題は対応できないんじゃないかっていうようなね、えー、声が結構多かったあの問題なんですね。ところが2016年の問題に関しましてはまたちょっとあの若干傾向変わりましてで、まあ、比較的取りやすい優しい問題です、ね、解きやすい問題が出ましたで、えー。その難しい問題が出たりとか、えー 優しい解きやすい問題が出たりとかまあいろいろあるわけですよ。ただですね、まあ、大事なことはあまりその難易度にと、えー、らわれないっていうのかな。あの、まあ、一応レジュメには書いておいたんですけどね。<laughs> レジュメのですね3ページのところなんですけどね。 レジュメの三ページのところにちょっと書いておきましたけど、まあ、試験の難易度を気にしすぎないようにしてくださいということがまず第一あの前提としてちょっと考えておいてくださいああのまあ、2015年はね、えー、特に権利関係非常に難しくなったんですけども、まあ、2016年は逆に権利関係優しくなりました、ね、でそういうことは確かにその通りなんですけども、まあ、卓球試験ってあの相対評価の試験ですから あの、絶対評価だったらね。それは話が違ってくると思うんですよ。あの、この問題で7割以上取らなければ受からないとかそうすると問題が難しくなれば、なるほど合格しにくくなるわけですよね。ところが、この宅建試験っていうのは相対評価だから、上位15%に入りゃいいだけなんですよ。だから、あの難しければ合格点下がるし、優しければ合格点上がりますから。 ただ、そういうことなんですよね。あの上の方の15%パーに入ればいいだけですから、問題が難しいとか、簡単とかあまり気にしてもしょうがないと思うんですね。ですかね。で、えっ、ー、と。まあ、基本的には基礎知識をしっかりと理解した上で、えー、正確に記憶してくれという。これがまあ、遠回りのようで一番近道なんだっていうことですね。で。 あの再チャレンジの受験者もやっぱり学習の中心は過去問で、えー、いいんですよっていうことですね。あの問題が難しくなろうが優しくなろうがあ,あまり気にしなくてもいいです。とにかく勉強の中心は過去問になります。だからその部分に関しましては特に何かその勉強の方針をね、えー、再チャレンジだからとかねあの一回失敗してるから。 とかね、そういったことを考えずに普通に過去問を中心に勉強すれば OK であります。でまず1つ目は勉強方法があまりその能率的ではないえ効率がよくないという勉強方法では当然、えー、遠回りになりますからやっぱりそのなるべくだったらねショートカットでなるべくだったら合理的なあの。 まあ、言葉は悪いけども容量のいい勉強はしたいですよねえ同じ努力をするんだったらやっぱりその成,果が成果にダイレクトに反映した方が当然いいわけですからだからやっぱり勉強方法はしっかりとあの効率的な勉強をしたいですよねでもう一個なんですけどもあの物理的に勉強時間を確保しなきゃしょうがないんですよねこれ当たり前のことなんですけども あの勉強方法間違ってないのに。勉強時間が少なすぎて受からない人いっぱいいるんですよ。あのやってることは間違ってないんですよね。だけどもその勉強時間では無理ですよっていう感じの要はあの忙しすぎて勉強時間が取れないんだっていう。まあ言い訳をするんでしょうけどもね。あのその勉強時間では無理ですよ。っていうことがあります。ですから、やっぱり最低限度。 あのいくら卓研士試,試験が受かりやすいとは言いながらも15%の、ねえー、合格率の国家試験ですからですからやっぱ最低限の、ね、勉強時間を確保しなきゃいけません。まあ、その2つなんですよねポイントはますまずあの勉強の方法なんですけども、まあ、レジュメの頭にちょっと戻ってほしいんですけども、まあ、1ページのところですね。 まあ範囲を分析するんだということをちょっと書いておきましたけれども、まあどんな問題でもいいんですけども、比較的わかりやすい問題をピックアップしました。で、どういう問題かと言いますと、これ権利関係の東日本で、まあ2016年ですね。問いの日番で割と正答率が低いんですよ。あの30%ぐらいです。合格率あの正答率がね。と2ページの一番下に。 正解率書いておきましたけれどもまあ定等権の問題で正解2番なんだけども正解率32.6%の問題なんですねつまりまあ、10人中3人しか取れてないわけですよねで、他の人はどこにチェックしたかと言いますと足の1番27.5足の3番17.9足の4番22.0まんべんなくみんな間違えてるんですよねだから決め手となるものがなくてみんな あのなんていうのか決めきれずに足を切り切れずに間違ってるという問題なんですね。でこういう問題は全体的に正答率が低いのであの合格した人でも間違えてる可能性はもちろんあるんですけどね。まあ、一応ねあの説明としては説明しやすいっていいますか分かりやすいので、まあ、話をしてみたいですね。で問題1ページの問題のところ。 あの、表紙の部分ですね。ちょっと見ていただいて。この問題ですね。あの、足の三番が。ええー、権の順位の変更の話をしてますんで、ちょっと細かいんですよね。足の四番が抵当権の消滅請求の話してますんで、細かいんですよ。だから、三番四番ちょっと細かいんですよね。そうしますと、勝負は一番と二番で決まるんですよね。三番と四番は決めきれない。 でで構わないですあの合格するために絶対に必要なな知識とは言えないです3番4番に関しましてはねところが1番2番は絶対に必要な知識なんですよ合格するためですね。で1番と2番の、えー、がどうなっているかと言いますと次のページでね1番が丸「丸2番が「×」なのでもうこれで答えは出るはずなんですよね。 二番の足が間違っているってことが分かればこれで答え出るわけですよね一番法定使用権の問題ですから、まあ、極めて処方的な基本的な問題なんですねだから一番が丸ってことは大抵の方は分かるんじゃないかなっていうぐらいの問題なんですけどもでも足の一番が間違っていると選択している人がやっぱり3割ぐらいいるわけですねでおそらく え、それは足の2番を罰というふうに決めきれてないんじゃないか？っていう気はするんですけどもまあ、ちょっと見ててください。足の2番に関しましては、まあ、ね、えー、建物については b の抵当権が設定されてないから物上、えー、代ができないよっつってますけどもま物、あ、事代の問題なんですよね？で、また行ったり来たりで申し訳ないんですが、あの表紙をもう一回ちょっと見てください。 えと問題文確認していきますあの本当はちょっとあのお時間を一旦これであのもしビデオで見てる方とかねあの動画で見てらっしゃる方は一旦ちょっとビデオを止めてそれで問題をざーっとあの思い出すような感じでえまあ答え見てもいいのでどんな問題だったかっていうのを思い出してから話聞いていただくと本当はいいんですけどね。あの教室とかで 見てる方はちょっと自分でねビデオ止められませんのでまあしょうがないと思うんですけども、まあ、なるべく思い出してくださいどんな問題だったかですね。で足の1番のあごめん問、ね、いの4番の本文を見ますと A は A 所有の高土地に B から借り入れた3,000万円の担保として定当権を設定した。でねでままあ、それがまず あの本部にある事案ですから、まあ、この問題は事例問題なので、まあ、図を書いた方がいいんでしょうね。そうしますと、まあ、図を書きますとこんな感じになりましてえっ、ー、と B さんが債権者で低等権者ですで A さんが債務者であって低等権制定者になりますで貸金債権3,000万円つまり A さんは B さんから3,000万円のお金を借りてるわけですよね。そして、えー、A さんは 自分のの持ってていいいるる土地に定等権の設定をされているわけでですねいいでしょ例えばこれがまあ大前提で足の2番これは足の2番の図解なんですけども足の2番はどういう問題かといいますと足の2番見てみますと高度地上の建物が火災によって焼失してしまったが当該建物に火災保険が付されていた場合 B は皇太子の提刀権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができるですね。そうしますと、えー、まあ損害保険金に対してですね、えー、まあ物上代ができるっていうことですよね。まあ、それがこの問題のまあ、あの聞いていることですよね。で、えー、この物上代のあのー。 話が全く知らないっていう人はおそらくいないと思うんですよ。え、物上台の基本的な構造はこんな感じになります。物上台は、まあ、あの、担保の目的物が燃えてしまって、で、燃えてしまった場合には、この、建物の所有者はね、通常は火災保険かけてますんで、保険会社に対して保険金を払ってくれっていう請求ができるじゃないかというわけですね。で、その、火災保険、あの、保険金に対して。 支払う前に差し押さえることを条件として物上代ができるつまり、えー、保険金請求権を自分に払ってくれっていうふうにですねこの低等権者は保険会社に対して請求できるんだっていうのがまあ物上代の話でしたよねところが、まあ、この問題は、えー、燃えているのが建物なんですけども、えー、建物には低等権の設定がないわけですよね。 で担保の目的物が燃えた場合にはその担保の目的物の生まれ変わりである保険金請求権に対して抵当、えー、権の効力を及ぼすことができるんだっていうのが仏教大の話なんですけれどもこれをですねあの過去問でずっと表面的にずっと問題を解いている人というのは。 今まではここを聞いてくるんですよね支払う前に差し押さえをしなきゃいけないよってことをずっと過去問では聞いてきたんですよ何度も何度も聞いてきてます、ね、でこれをちょっとあの文字,にし文字にしましたのが二ページの一番下のところなんですけどね宅建室試験の勉強をしたことがある人だったら低等権者は 定当権者は担保目的物が火災により滅失した場合保険金に物用代ができるただし払い渡し前に差し押さえが必要ということでここを引っ掛けてくる問題がまあメインだったんですよねところが、えー、2016年のこの問題はここなんですよねここで引っ掛けてきてるんですよね 担保目的物が火災によって滅失した場合にはもちろんできるんですけども、あの担保目的物ではないものが燃えても全然関係ない。議論にあの物上代の話にならないんじゃないかってことですよね。まあ、そこをまあ聞いてきている問題なんですよね。で、あの、まあ表面的に過去もをさらっと勉強している人っていうのは、あの、まあ抵当権が設定されてて、建物が燃えちゃった。で、火災保険金が請求できる。 その火災保険金に対しては払い渡し前に物上代をすることができるあの差し押さえをすることでねその火災保険金に対して保険金請求権に対して払い渡し前に差し押さえをすることによって物上代ができるということはまあ、おそらく誰でも知ってる知識なんですね何度も何度も出てますからですねでこれを知らない人はまあ少数でしょう過去問をやったことがある人はみんな知ってるはずね ところがあのじゃあ仏上題というものをちゃんとあなたは理解してますかっていう問題を出されてしまった場合に過去問を表面的にくる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 と回転させてるだけの人は仏上題ってものがちゃんと分かってないんじゃないかっていうことはやっぱりあるわけですよね。あのまあ仏上題の話なんですけどね。 担保の目的物が燃えてしまったって話なんですけども、あの抵当権っていうものはこの担保の目的物そのものに何かそのそのものを拘束するというか、そのものに対して、えー、なんか関与する権利じゃないじゃないですか。えっ、ー、と例えばですね、例えば、えー、住宅ローンってありますよね。住宅ローンを組んでマンション新築マンションとか中古マンションを買いました。 っていう場合がありますよね。その場合には、そのマンションを買うわけですけども、そこには抵当権がついてきますよね。銀行とかあの信用金庫とか信用組合とかそういった金融機関の抵当権がついてきますよね。そうしますと、まあ、私マンションを買った。でも自分ではお金全部用意できなかったから、銀行から住宅ローンを組んだ。だから銀行の抵当権がついてますよ。って話ですね。その時に、その自分が買ったマンションの 使い方がどうこうとか、その抵当権を持っている銀行とか金融機関が口出しして来な,ないじゃないですか。自分のマンションなんだから、その金融機関にとやかく言われたくないですよね。だからマンションの所有者が、えー、どんな使い方をしてもですね、基本的にはその抵当権者が口,口を口調出してくることはないわけですよ。なぜかというと、その担保の目的物そのものに。 何かその関与してくるもんじゃないからね。じゃなくてそのまあ難しい言葉で言うと交換価値っていうんですけどね <laughs>、まあ、交換交換価値ですね、まあ、交換価値っていう言い方をするんですけどもあの銀行とか金融機関からすれば借金が返ってくればいいわけですよね。だかかからお金返しててくれなかった場合にその軽倍にかけて で、そのまん、あ、あの目的物を売却して売ったお金から回収できればいいわけですよね。だから、それを交換価値って言うんですよね。マンション担保の目的物、そのものはどうでもいいっていうかね。あのそのもんじゃないんですよ。それが売った場合、売却した場合は売却代金ですよね。その価値、この交換価値を把握しているのが抵当権なんですよね。で、まあ、難しい言葉を使いましたけどもで、それと同じようにじゃあ。 建物,が建物を売ったんじゃなくて建物が燃えてしまったという場合でも燃えてしまったことによって保険金請求権が発生するわけだからこれもやっぱり交換価値が現実化したんじゃないのってまあですねであればそこには抵当権の効力を及ぼすことが合理的じゃないかって考えるのが この物用代のそもそもの考え方なんですよね。それをまあ、ちょっとむ難しく書いてあるのがですね。三ページなんですけどね。まあ、ちょっと難しい言葉を書いてありますけども。え、三ページの一番上ですね。抵当権は目的物を直接支配する権利じゃないですよね。ね、目的物の交換価値を把握する権利なんですよね。 だから、もし何かの理由で目的物の交換価値が現実化したですね。例えば、家が燃えてしまって、で、保険金に姿を変えた。なんていう場合には、その交換価値の代替物ですね。価値が生まれ変わったものに対しても、効力を及ぼすことが合理的じゃないかと。これが物用代と言うんだってことですね。で、こういうこの物用代っていうのは、どういうものなのかってことを、あの。 まあ予備校とかでねそのレックみたいな予備校で宅建の勉強を基礎的な勉強をしていらっしゃる方っていうのは、まあ、こういった説明を聞いたことが多分あると思うんですよね。あの僕ら講義で話しますから。そうしますと物教大意ってものはどういうもんだってことがちゃんと分かってますとあのこ,のこの問題はこの問題はですね 建物には抵当権なんか設定されてなないいじゃないかと、だったら抵当権が設定されてない建物について物上代をすることができるわけないじゃないかってことがなんかわかるんじゃないかという気がするんですよね。それがあのまあ場合によってはね、えー、本当にケアレスミスで全くケアレスミスでえー 土地に抵当権が設定されているのが、建物に抵当権が設定されているのと勘違いしてしまったという人もいるでしょうね。ただ、えっ、ー、と、そこを引っ掛けてこられたときに、あ、おかしいって気づくのは、やっぱり。物上代の本質が分かってると、えー、これ引っかかりにくいんじゃないかという気がするんですよね。まあ、何が言いたいかって言いますと、こういう非常に基本的な過去問で何度も何度も出ているようなことを。ちょっとだけひねられたときに。 それに対応できるかどうかということは基礎的知識があるかなんですよね。つまり基本が理解できているかなんですよね。それができてなくて通り一遍の過去問を何度も何度も繰り返してでなんかこう聞かれたらこう答えるっていうなんか反射神経だけがあのまああの訓練されててねで実質的な本質が分かってないとそういったものがあの応用がきかなくなってくるんじゃないか。 っていう気がするんですね。で、この傾向がもうここ数年の宅建試験の傾向なんですよ。これ権利関係に限りません。あの都市計画法とか建築基準法とかもそうです。え宅建業法もそうです。あの本質が分かってますかっていう聞かれ方をする問題が何問か、えー、だ,んだ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 ん比重が増えてきてます。で、おそらくそこはですね。 あの勉強の,そのやり方っていうのかなの大事な転換点といいますかえと見直すポイントだと思うんですよね。何回かちょっと前後して申し訳ないんですけどもえと2ページのところですね2ページのところで「なぜ正解できなかったのか」この問題ができた方はねまあそれはそれでいいと思うんだけどもまああのー 仮に間違った方であれば、自分はどういう思考をして、この問題を間違えたのかですね。あるいは正解できた方も、今私が説明したポイントをちゃんと分かった。上で正解できたのか、あるいはたまたままぐれでえっと2番がなんかおかしいなと思って印をしてた。またま当たってしまったのかですね。そこをちょっと大事ですそこをぜひ考えてみてください。で。えっ、ー、と1次が万事じゃないんですけども。 こんんなな感じなんですよですから結局ね、まあ、3ページのさっき見ましたけども、えー、再チャレンジの受験者さんもやっぱり勉強の中心は過去問なんですよねだから過去問を中心に勉強してほしいだけども過去問を勉強するというその勉強の仕方があの今までのように過去問を何度も何度も繰り返だだけではなくて、その過去問を題材にして。 その過去問に取り上げられているテーマがあるじゃないですか仏上題とかねそういったテーマがあるわけですねあるいは法定知事条件とかそういう過去問で取り上げられているテーマをしっかりと理解しましょうそして結論をしっかりと正確に記憶しましょうということがこれから大事なんじゃないかと思うんですよねそれをぜひあのこれからご自分で勉強されるにあたってあのー 意識して勉強してください。ちゃんと自分は本質が分かっているのかっていう感じですよね。その過去問の答えが出せたからそれでいいんだじゃなくてですね。この問題で問われているテーマが自分が分かっているかっていう感じですね。そんな形でぜひ勉強するようにしてください。でしょうか。ですからね、まあ,あのまあこ,こにも書いておきましたけども。えー 検試試験の問題は正しいものはどれかとか、誤っているものはどれかというように、まあある法律とか判例に照らして正誤を判断させるものがほとんどですとね確かにそうですね。そこで選択肢ごとに正しいかどうか、誤ってているかどうかを検討する。その際に誤っている選択肢についてはどの部分が誤りなのかですね。さらに。 そこをどのように直せば正しい選択足になるのかっていうことを検討する癖をつけますと結局本質が分かっているかどうかってことが試されるわけですよね。で正しい選択肢であればその選択肢のポイントはどこなのかってことを確認することができればですね。そそうすればその 過去問で問われているテーマを理解するきっかけになってきますだから過去問と同じ全く同じ問題が出ることはないわけですから焼き直して出てくるんですよねだから過去問と全く同じ問題が出題される可能性が低いんですよねだから過去問を勉強すればいいんだっていうんじゃなくて過去問で勉強していくんですね 過去問でその過去問での出題されているテーマを理解して記憶していくっていう勉強をまあ、していただければと思います。でしょうか、えー、それからですね。まあ,あの2つ目ですよね。あの最低限度の勉強時間を確保しなければ受かりませんからぜひ勉強時間確保をお願いします。でですね。まあ、4ページのところに書いておきましたけども。<laughs> えっと、最低限度です、ね、まあ一般論として300時間以上の勉強時間が必要だというふうに言われていますので、えー、仮に受験経験がある方であってもですねやっぱり一応300時間は目安とししててて確保してみてくださいでその勉強時間を確保するときにですねあのどんな勉強をするかっていうことなんですけども、まあ、よくこのアウトプットとか インプットっていう言葉をまあ予備校用語なんですけどもあの使ったりするんですよねアウトプットって問題演習のことですねでインプットっていうのはあの知識を入力する作業ですねでその知識を入力する作業と問題演習を同時並行でやってくれっていうことをねよくあのまあレックの講師は必ず言うと思いますしまあ、他のね。 あのタケノコ社はみんな言うと思うんだけども、あの常に両方とも並行してやってくださいね。で、肝心なことはもう勉強した始めたその日からアウトプットがをする時間が必要ってことです。ですか。そして本試験との前日までインプットをしているってことです。つまりインプットしかやらないとか。 アウトプットしかやらないっていうことではなくて常に両方やっているそんな状態ですねそんな状態をずっと並行してやってくださいねもちろん勉強の始めのうちはインプットを中心にしていきますですねで、えー、8月からはあのよね。大体だたい8月からはアウトプットを中心がいいと思いますで、まあ、切れ目はですね 8月と5月の切れ目を、まあ、大きな切れ目というふうに意識してください。でね、まあ、いつから勉強始めても構わないんですけども、まあ、なるべく早くやった方がいいと思うんですよね。あのできればもう年明け早々とかですねなるべく早くやった方がいいです。で、えっと、5月のゴールデンウィークまでがまず一区切り。ここ,こまででとにかく基礎知識のインプットを固めていただきたいです。で このゴールデンウィークのまでに「宅検試験」のテキストを読んだりとかあるいは過去問を解いてみてでここは全然意味がわからないっていうことがない状態つまり、まあ、一応わかると、ね、あの覚えてはいないですよ覚えてはいないけども一応一度は理解してるだから、えっと、言われればわかるという状態ですねこんなの初めてで見たよと、ねあの こんな、まあ、過去問を中心に考えればいいです過去問でこんなの、えー、見たことないよっていうことはない状態ですね意味はわかるとそれが5月までですねここまででインプットをとりあえず、えー、粗削りで構いいませんから固めてくださいでそっから先は、えー、どんどんアウトプットを増やしていきます。どどどどん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 、あのーまあ 予備校でね勉強していらっしゃる方はもうそういうスケジュールになってますからあのご自分で意識する必要はないんだけどもあのもしね独学でやられる方はね、えー、とこ,この辺りからアウトプットをどんどん組み入れていってください、ね、で増やしていきますで8月から先はほとんどがアウトプットで,でアウトプット中心ですアウトプットの,の演習をしてそれをテキストにフィードバックしていくっていう作業ですね。だから主と えっと入れ替わっていきます。で五月までは主がインプットですね。で八月から先はアウトプットが主ですね。でインプットは自になってきます。まあその主従の関係がね、だん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 比重が入れ替わっていくというイメージで考えてください。ね、でえっ、ー、と勉強時間を何とかして確保する必要があります。あのどんなに頭が良くて、どんなに優秀な人でも、ある程度学習時間を継続して取らないと。 あの、やっぱりそんなに簡単じゃないんですよね。あの、とりあえずはね。やっぱり勉強時間が必要です。そのためには、えー、本当はね。学校に通えると非常にえ何、ー、て言いますかね。モチベーションが維持できるっていうか、あの仕事モードの頭を勉強モードに切り替えるというところがね。なかなか自力では大変なところなんですよね。あの日中の仕事のをどうしても。 あの引きずっちゃうんでですよね意識の中でところがきょ一歩教室に入ってでみんな受講生さんがいてで講師が話を始めるとそこでガラッと勉強モードに切り替えられるんですよね。ですから、まあ、もし通える人がいたらあのぜひ通った方がいいと思います。からもしその通える人はね、えー、その講義がない日であっても、まあ、自習室を利用してですねで毎日決まった時間に自習室に通うと。 いうこれをですね、あの自分の習慣としてもう組み込んでしまうのがいいです。もちろんあの近くに学校がなければ、えー、まあ、通信でね受講する場合がありますね。通信の方は毎週何曜日と何曜日の何時から何時までは絶対に DVD 見るんだとかね、ウェブで見るんだって言うんですね。もう自分で勉強時間ブロックしちゃうんですね。で手帳に書いてあります。手帳に書いて。 あのもうスケジュールを抑えちゃうんですね。何時から何時までは予備校の講義があるからって形でスケジュールを抑えちゃいます。で、あたかも予備校に通ってるがごとくですね、あの自分のなんていうかな生活のリズムの中に勉強時間を組み込んでしまうっていうそんなイメージでぜひ考えていただければいいと思うんですね。あの他県試験もですね、ちょこ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 傾向は変わったりとかしてなかなか大変なんだって思う。 人もいるかもしれませんけども、実はですね、そんなにはあの変わってないんですよ。何度も言いますけども、だんだん変わっているのは少しずつ少しずつですね、本質が分かってますかっていう問題の比重が増えてるんですね。えー、例えば5年前はそういった問題が5問しかなかった。だ、えーまあ、5年後はそれが10問に増えているとか。 まあそんな感じなんですけども、だんだん、だんだん、あなたはちゃんとこの分野を理解してますかっていう、えー、問題なんですね。覚えてますかって言うんじゃないんですよ、ね、ちゃんと覚えてますかっていう問題が相変わらず多いです。でも、その中で、今、二割ぐらいですかね、うんと大雑把に言って、二割ぐらいですかね。本質がちゃんと理解できてますかっていう問題、出てきてます,です、ね。ですから、ぜひですね。 あの今言ったような形で、ぜひ勉強を進めてください。あの、まあ、商法的なクラスの勉、あの、講座もありますしね。レックの講座をうまく使ってください。あの、再チャレンジっていう講座もあります。あの、一通り勉強が終わったんだけども。まあ、もう一回今年、あの、二千十六、二千十七年ね、二千十七年。もう一回チャレンジするんだっていう方のための。特化した講座もあります。ですから、まあ、あの、講座の選び方はですね、もしあれだったら。 あの各レックの本校とかあるいはコールセンターとかねえっとレックのコールセンターとかに電話していただければ講座のその選び方はアドバイスできると思いますのでまあぜひね予備校をうまく使っていただいてでまあ2017年は絶対失敗しないという形でですね頑張っていきたいと思いますはいで応援してますんで頑張ってくださいはい以上ですね、えー、宅見試験のガイダンスはこれで終了しますではお疲れ様でした。